善気サマリア人の方、善気サマリア人の方、良きサマリア人の方、A、グッドサマリタンロース、良きサマリア人法、良きサマリア人法ともは、災難にあったり急病になったりした人など、窮地の人を救うために、無償で善意の行動をとった場合、良識的かつ誠実にその人ができることをしたのなら、たとえ失敗しても、その結果につき責任を問われないという趣旨の方である。 誤った対応をして訴えられたり処罰を受ける、恐れをなくして、その場に居合わせた人、バイスタンダーによる傷病者の救護を促進しよう、との意図がある。アメリカやカナダなどで施行されており、近年、日本でも立法化すべきか否かという議論がなされている。前期サマリア人の法とは、病者。 負傷者その他の困っている人を助けようとした。行為が結果的に望ましくないものだった。としてもは救助者の責任を問わないとするものである。新約聖書に書かれた。以下の例え、話が名称の由来となっている。全貴マリア人の法はコモンロー英米法上のグッドサマリタンドクトリンに基づいており、基本的には民事上の概念である。コモンローでは法律上の義務又は。 権限なく他人の事務を行うことは、いわば、おせっかいであると見なされることもあり、大陸法の事務管理に相当する制度が発達していない。そのため、この法理は、不法行為法における責任軽減自由として位置づけられている。これに対し、日本の法体系の源流である、大陸法では、法律上の義務または、権限なく他人の事務を行った場合の処理に関する、 緊急事務管理という制度が、ローマ法以来存在しており、その中で事務を管理する者の,の義務内容として位置、付けられているという主張もある。カナダでは、全期サマリア人の方は、州レベルで定められている。各州の方は、オンタリオ州や、ブリティッシュコロンビア州では、グッドサマリタン役つとして、アルバータ州では、エマージェンシーメディカルエイドワークと、ノバスコシア州では、 ボランティアサービスアクトとして定められる。ケベック州の方では市民判事による裁判であり、市民はケベックチャーターオブヒューマンライツアンドフリーダムズ、ケベック自由人権検証で定められる一般的義務を持っている。ブリティッシュコロンビア州では子供が危険にさらされている場合のみに保護する義務がある。典型的なカナダの州法としてオンタリオ州のオンタリオ エスグッドサマリタンアクト2001セクションに2001年のオンタリオゼンキサマリア人の法を記載する。プロテクションフロムライアビリティにディスパイトザルールズオブコモンローエーパーソンディスクライブドインサブセクションフーバランテラリーアンドウィズアウトリーズナブルエクスペクテーションオブコンペンセーションオアリワードプリバイザシーサービスディスクライブドインザットサブセクションイズノットライオブル all damages that result from the person.S. Negregence in acting or fading to act while providing the service.Undless it is established that the damages are.COSLO BYE THE GROSS NEGREGENCE OF THE PERSON.2001 C2 S2 仮に手当者が何らかのミスを犯し患者が死亡または著しい障害を負うという結末になった場合 手当者の責任はどうなるだろうか。以下のように、日本の民法上にも、前期サマリア人の法に相当する規定が、すでに存在するという学説はあるが、確定的なものではなく、責任を問われる可能性がないとは言えない。2は、緊急事務管理に関する規定があり、これによると、管理者、義務なく他人のために、事務の管理を始めた者は、本人の身体。 名誉または財産に対する窮迫の危害を免れさせるために、勤務管理をしたときは、悪意または重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない、とされており、この規定により、古問堂における、前期様理人の方が、目的とすることが実現できるとする学説がある。しかし、現時点では、通説とまでは言えず、 また民事上の判例も存在していない。また、緊急事務管理による面積成立のためには重大な過失がないことは、手当者が証明せねばならず、手当者にとってはやや重い立証責任が課せられることとなる。手当者が医師である場合、真に義務のない管理者と言えるのかについては、医師法19条の応将義務が問題となるが、院外での事故、 疾病発生時にたまたま居合わせた勤務外の医師医療過護に関する判例は現段階では存在しない。医師に対する無制限の応召義務を否定した地裁判例もあるが、緊急時は自宅にいる勤務時間外の勤務医にさえをう、招き義務が課せられるとす学説もある。医師が道端で倒れた傷病者の手当を始めた事例などでは診療時に 当事者間に契約が成立したかが争点となり得、成立が認められれば、債務不履行責任を問われ得る。また、航空機内で、ドクターコールに応じた事例などのように、過後発生時に契約関係がない場合にも、不法行為を根拠に、損害賠償請求訴訟が起こされることは想定され、その請求が任用される可能性はある。刑法第37条では、 違法性阻却自由の一つである緊急避難に関する規定があり、事故または他人の生命、身体、自由または財産に対する現在の避難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しないとある一方で、業務上特別の義務がある者には適用しないとも規定している。権欲的な運用が期待される。 刑事上は、緊急避難が成立して違法性が阻却される、可能性が高いと考えられるが、やはり判例は存在せず、生じた害と避けようとした害との比較考慮。また、医師の場合には、王将義務成立による、業務上特別の義務の成立の有無等での争いが、生じる、可能性は否定はできない。一万一阻却が認められない場合は、業務上過失致死傷罪、過失致死傷罪、 重過失致死傷罪などが成立しうる。判例は存在しないものの、日本でも紛争に至った事例はいくつか報告されている。例えば、日本国内の医師に対して行われた、あるアンケート調査によると、航空機の中で、お客様の中で、お医者様はいらっしゃいませんかというアナウンス、ドクターコールを聞いときに手を挙げるか、という質問に対して回答した医師全員が、 上記の緊急事務管理の規定と概念を知っていたにも、かかわらず、手を挙げると答えたのは4割程度に止まり、過半数が、前期サマリア人の方針切りっぽを新規立法することが、必要だと答えたという。これは、国外の航空会社が、いわゆるドクターコール時に応じた場合、傷病者が亡くなっても、航空会社がその行為を保証すると述べていたのに対し、国内の航空会社では、 医師や看護師など名乗り出た者の,の責任としていたため、法的責任を問われるリスクから消極的な回答が多いと考えられる。また国際線でも、米国以外では、医師の法的責任に関する問題には明確な、法律あるいは法律家の間で統一された見解は、なく、どの国の法律を適用するのかについてすらはっきりしていない。実際に、蒸気アンケートではに、3以上の医師が、 ドクターコールに応じないと思う理由として法律を挙げたという。より最近のアンケート調査では89%もの医師が医療過誤責任問題を重要視し、ドクターコールに応じたことのある医師の4人に1人が次の機会には応じないと答えている。適切な処置を怠った、救命できた、高度の改然性がある、応召義務があると解釈できる。あっという間に、 犯罪者だ。日本の司法の現状からすると、下手をすると業務上過失致死に問われそう。今の世の中とマスコミの報道の状況では、絶対に応じないといった声があり、近年の司法、医療報道のあり方が傷病者の救護を阻害してる、現状もあることがわかる。医療先進国であり、訴訟回数も、世界一のアメリカ合衆国では、ほとんどの州で、 グッドサマリタンドクトリンに基づく制定法が存在しており、手当者が善意の第三者として一万一の過失の際の訴えを気にすることなく傷病者に処置を施せる状態にある。上記のような事例の存在を踏まえて、近年日本でもこの趣旨の法の制定を求める声がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。